しました大阪伊丹行き127便は、ご利用のお座席番号に関わらず、すべてのお客様をご案内いたします。どうぞ15番搭乗口よりご搭乗ください。本日はスムーズなご搭乗にご協力くださり、ありがとうございます。This is the final call for Japan Airlines. Flight 0127 for Osaka. Passengers on this flight should be on board through gate number 15. 皆様こんにちは。日本航空よりご搭乗時刻のご案内をいたします。旭川行き17時50分発、日本航空557便の皆様の飛行機へのご案内は、13番搭乗口にて17時35分を予定しております。こちらの便を担当いたしますのは亀山でございます。ご不明な点はどうぞお気軽にお知らせください。重ねまして日本航空より皆様にご協力のお願いがございます。飛行機は皆様の着席を確認させていただいた後に出発いたします。化粧室のご利用や身の回りのご準備を済ませの上ご搭乗ください。また機内に入られましたら速やかに元席にお座りになり、シートベルトをお締めいただきますよう皆様のご協力をお願いいたします。日本航空より17時50分発旭川行きをご利用のお客様にご搭乗の順番についてご案内いたします。ご搭乗は4回に分けてご案内いたします。それまではお掛け前でお待ちください。はじめに事前解説として、お手伝いを希望されるお客様、2歳までの赤ちゃん連れのお客様、現在妊娠中のお客様をご案内いたします。その後機内の混雑を避けるため、失礼いたしました、事前改札に続き優先搭乗としてダイヤモンド、エメラルド、サファイアカーリー、JAL グローバルクラブのお客様をご案内いたします。その後機内の混雑を避けるため、お座席番号が30列目より後方のお客様をご案内した後に、本日クラス J をご利用のお客様並びに前方席のお客様をご案内いたします。今日もワンワールドアライアンスメンバー日本航空をご利用くださいまして、ありがとうございます。日本航空より17時50分発旭川行き557便空席待ちのお客様へご案内いたします。当便はただいまより空席待ちのお客様の航空券並びに整理券を確認行います。当便にて空席待ちをされているお客様は13番14番搭乗口の上にございます空席待ちカウンターまでお越しください。本日のクラス J シートはカテゴリー S1 番のお客様をもちまして満席の予定でございます。カテゴリー S2 番以降の番号のお客様は対応されますが、ご搭乗手続き済みの宇宙席でご搭乗をお願いいたします。皆様のまたのご利用を心よりお待ちしております。なおこちらのアナウンスはお座席確約のアナウンスではございません。あらかじめご了承ください。日本航空より17時50分発旭川行き557便にて空席待ちのお客様へご案内いたします。本日のクラス J シートはご予約のお客様をもちまして満席となりました。当便にてクラス J アップグレード空席待ちをされていたお客様は対応されますが、ご搭乗手続き済みの不接続でご搭乗お願いいたします。皆様のまたのご利用を心よりお待ちしております。日本航空より17時50分発旭川行きをご利用のお客様に事前改札のご案内をいたします。2歳までの小さなお子様連れのお客様、現在妊娠中のお客様、ご搭乗に際し係員のお手伝いが必要なお客様はどうぞ13番搭乗口よりご搭乗ください。続きまして旭川行きは優先搭乗のご案内をいたします。ダイヤモンド、エメラルド、サファイア会員、JAL グローバルクラブのお客様はどうぞ13番搭乗口よりご搭乗ください。いつもご利用ありがとうございます。続きまして旭川行きは機内の混雑を避けるため、お座席番号が30列目より後方のお客様をご案内いたします。
どうぞ13番搭乗口よりご搭乗ください。改札機ご通過の際には搭乗券、IC カード、バーコードがついた媒体が必要でございます。お一人様一つ必ず保安検査所でかざしていただきました媒体をお持ちの上をお待ちください。また改札機反映がするまでに少々お時間を頂戴しております。ランプと音が鳴るのをご確認の上お進みいただきますようご理解とご協力をお願いいたします。まだ時間出発便をご案内をいたします。日本航空旭川行き17時50分発557便ご利用のお客様はただいまより搭乗口13番からご搭乗ください。Japan Airlines Flight 0557 for Asahikawa is now boarding through gate number 13. 大変長らくお待たせいたしました。ただいまより旭川行きはお座席番号にかかわらず全てのお客様をご案内いたします。どうぞ13番搭乗口よりご搭乗ください。スムーズなご搭乗にご協力くださりありがとうございます。ご搭乗の最終案内をいたします。日本航空旭川行き17時50分発557便ご利用のお客様は搭乗口13番からご搭乗ください。This is the final call for Japan Airlines Flight 0557 for Asahikawa. Passengers on this flight should be on board through gate number 13. 続きまして、日本航空福岡行き329便は優先搭乗としてダイヤモンド、エメラルド、サファイアガン、インジェル、グローバルクラブのお客様、さらに本日ファーストクラスをご利用のお客様を先に飛行機内へご案内いたします。どうぞ11番搭乗口よりご搭乗ください。続きまして日本航空福岡行き329便は飛行機内の混雑を避けるためお座席番号後方30列目以降のお客様を先に飛行機へご案内いたします。どうぞ11番搭乗口よりご搭乗ください。本日クラス中をご利用のお客様、並びに数席前方お座りのお客様は改めてご案内いたしますので、今しばらく11番搭乗口付近にてお待ちください。またご搭乗の際には保安検査場でかざしていただいた二次元バーコード IC 機能付きカード搭乗券が必要になります。ご案内レシートではご搭乗いただけませんので、保安検査場でかざしていただいたものと同じものをご用意お願いいたします。また改札機にはセンサーがございます。赤い箱の上で一歩立ち止まっているように光とお客様を確認した後ご通過をお願いいたします。 QR コードの読み取りにも3秒から4秒ほどお時間をいただいておりますので、スムーズなご搭乗にご協力をお願いいたします。Final call for Japan Airlines, flight
0329 for Fukuoka. Passengers on this flight should be on board through gate number 11. Thank you.